ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎三鷹です。今日は2023年8月の21日月曜日です。昨夜、広島カープやりましたね。なんと巨人に3連勝と勢いが出てまいりました。そして昨日はマツダスタジアムはですね、31,189人、まあ満員で迎えた巨人戦。いやー、でも昨日カープは何と言っても3人の右打者がホームラン打った。これでしょう。まず1回、西一塁からデビッドソンが中越えに2ツーランを打ちました。デビッドソン今ひげを剃りましてね、ちょっとものすごい若返りましたね。なんかハツラツとしたあの顔からツーランが出ました。なんと14号ですからね、やっぱりあの大砲ですよね、カープではね。そして、2回、まあこれも大砲になってくればと思っておりますがね、2回が虫に、末金、ソロホームランですがね、末金はやっぱり右の大砲になりますよね。末金はそうは言ってもまだですね4号ですからね、まだまだ今からもっと伸ばしてほしいですね、ホームランをね。そして5回、これが西1・3塁、2アウトか1・3塁、ここで出てきたのが堂林ですよね。堂林、まあいいですね、振りが顔もいいしね、こう今振りもいいしね、また堂林はやっぱパンチがパンチ力ありますね。なんと2アウト1・3塁で堂林が中越えに3ランを放って、まあ、これが一応決勝点となって7対5で巨人を破り、玉村が3勝、そしてですね、アンダーソンが急遽中継ぎで出たというんですからね、やっぱりいろんなピッチャーもいろんなところで投げてですね、チーム全体で力をアップする必要がありますので、先発だろうが中継ぎだろうが抑えだろうがというんですが、抑えは栗林がまたドーンと9回を抑えましたね。いや、また勝利の方程式もだんだんと固まりつつカープは合っております。なんといっても昨日はですね、このチーム全体のレベルアップというんでしょうか、エネルギーのこう盛り上がりというんでしょうかね、いやー、いいチームのこう一体感が出てきましたね。新井監督もまた采配もビシビシと当たってきました。さあ、これからカープ、今からまたもっともっともっと前にですね、進んでいくことを期待しております。私も期待するといえば、私もチャンネル登録1000人チャンネル登録目前に迫ってきました。これから一気に私も前に進みたいと思います。チャンネル登録にホームランはありませんが、一歩一歩コツコツと前に進みたいと思っております。よろしくお願いします。ごきげんよう。